もしイクリーが戻らなかったら。戻ってくる。そんなことあるわけないだろ。でもしくじったなら、やり投げはこの私が一番になるわね。それを言うなら氷壁登りは俺が一番だな。カリウドがこんなところで何してる。我らは白の牙バンガーより共にかけるものを見極めるために来た。試練か。近くの狩り場で。いいや、試練の地は祖先が生き延びたという白羽の道、そこで見極めるのだ。今年は厳しい。未だ二人戻らぬ。残念だが彼らを称えた後にここを去らねば。戻ってない二人はどうするんだ。生死をかけ己のみで挑む試練なのだ。戻った者は白の牙の一員となり、戻れずとも挑んだ事実は記されよう。寛大だな。試練では何をするんだ。険しき氷河を登り、四日四晩耐えしのぐのだ。凍てつく大地と機械のみを頼りにしてな。試練はシャーマンの祝福を受け回収もできる。ですが認められるのは武器の鉄のみ。白の牙とは何だ。比類なき戦士たちの一団だ。戦いを求める若者たちは我らに集う。機会が荒れ狂う今、戦いは避けられん。皆よく戦ってくれている。昼には戦の煙に絶えず稲妻が光り、夜には皆歌で弔われるのです。バンアー育ちだろ。アラタークとオーリアは知ってるか。多くの歌に残る誉れ高き名だ。だが彼らが偉大なウェラックではなく、この狭間にいるのには訳がある。雷鳴の頂は彼らを破滅させるだろう。行方知れずの二人を探さないのか。いずれな。数ヶ月もすれば雪解け水が遺体を運んでくる。呆れたな。生きてるかもしれない。探してくるよ。生きていたとしても流れ者の助けは受けぬだろう。試練は神聖なものなのだ。己の力のみで耐え抜くのです。どうかな。流れ者ね。まあこの道に手を貸すのはあんたくらいさ。この道ってどういうこと。ウェラックの掟に背く道さ。これにはくそ、奴らも鉄を。でもこれは渡さない。ヌークは助けを拒むらしいけど、どうなんだ。私は拒まない。
ぞ。いい腕だね。私はイクリ。ありがとう、アーロヤ。カリウドが二人行方知れずと聞いた。でもお前はまだ歩けるように見えるな。もう一人もいてさ、マイレン。氷に落ちて足を折ったんだ。ずっと看病してたんだけど、ウェラックが移動する前に戻らなければ。そこまでして白の牙に入りたいのか。数少ないバンアーのウェラックの中でも偉大なウェラックなんだよ。あの子が入りたがってね。私たちは雪に映る影みたいなものだから。白の牙に加わることが彼女の目標だった。マイレンは友達か。膝をすりむいてた頃からずっとね。一人でも生きられるって証明する試練なの。だからって置いていけない。お前のおかげでマイレンは助かった。彼女はそう思ってない。マイレンは助けを受け入れないのか。試練の掟のせいで。察しがいいじゃないの。面倒な掟には慣れているからな。薬草とか食料とかを持って行っても断られるの。自分で手に入れたものじゃないとって。うなされてた時は近づけたけど、今じゃそれさえ許してくれない。何を証明する試練なんだ。先祖の強さを受け継いでること。同じように生き残れるぞってね。定住地を求める中、先祖はこの氷河で吹雪に襲われた。4日4晩ね。吹雪が止んだ時、そこで見つけたトールネックがバンアーへ導いた。まあ言い伝えではそうなってる。ならウェラックに連れ帰ろう。よし。添え木も作ったし、痛み止めもあるけど、すんなり受け入れるかどうか。起きては起きて。大事な人を引き離す起きてなんて、そんなの間違ってる。彼女には掟が全てなんだよ。来い、登れ。冬の厳しさが凝縮されてるみたい。目指すはあそこだ。父なる氷から続く氷河。ここには多くが宿るけど、マイレンは置いていかない。素直に応じるか。もっと上か。ついてるよ。これなら登れそうだ。あそこ。また気を失ってる。今のうちに周りの機械を片付けておこう。また掟を破るか。気にするな。そのうち慣れてくる。
集した。今度はトーチャーだ。簡単には行かないぞ。この寒さでもひどい熱を感じる。この足で動くべきじゃなかった。ちょっと寝ちゃいないよ。この流れ者はあんたが連れてきたの？まさかわざわざ野良の大地まで行ってこの子を連れてきたと思ってるの？言ったはずだぞ。この試練は私一人でやり通してみせると。私は生き抜く。失うならどっちがいいんだ？足かそのプライドか。もう二つに一つなんだぞ。分かったよ。怒ってるんだろうけど、でもあんたを白の牙に入れるって約束だから。私は戻る。一人で。いい。自分でやれる。下がって。お願い。マイレン。私がしたことを許してね。あんたの助けは受けていない。許しを請うべきなのはウェラックだろう。ウェラックなんてどうでもよかった。命の恩人だ。分かってくれるさ。あんたはバヌークを分かっていない。恨みの言葉はたくさんあるけれど、謝罪の言葉なんてほとんどないんだ。私は一人で行く。マイレンを見捨てた。そんな奴らとなんて。それにもうマイレンとも。イクリ。氷河の割れ目でも見つけて思いっきり叫んでくる。悲しみは氷に閉じ込める。ウェラックには、なんて言う？私は死に、マイレンは耐えたと。お願い。寝てる間に凍ってしまえばいいのに。奴らにはそのくらいお粗末な運命がお似合い。マイレンが戻った。何か言いたいことがあるのでは？ある。ならばお前の言い分とやらを聞いてみようか。バヌークの伝統はよく知らないが、掟が全てだということは分かってる。試練の掟に従ってマイレンは
4日4晩生き延びた。極限の状態を耐えたんだ。それが望みだったろ。そうだな。掟に従いマイレンを受け入れよう。流れ者イクリーという狩人は見なかったのか。彼女は死んだ。とても残念だ。彼女は歌の中で生き続ける。こんにちは。同胞に手をかけるのははばかられるが、山賊は同胞ではないからな。